ジェフリー・ヒントンは、イギリス生まれのコンピュータ科学及び認知心理学の研究者。ニューラルネットワークの研究で有名。現在はトロント大学とグーグルで働いている。彼は、ニューラルネットワークのバックプロパゲーション、ボルツマンマシン、オートエンコーダ、ディープビリーフネットワークの開発者の一人であり、オートエンコーダやディープビリーフネットワークは、真相学習になった。 父親はメキシコ育ちの昆虫学者、ハワード・エベレスト・ヒントン。母親のマーガレットは教師で兄と姉妹も教師や研究者である。母方のおじに経済学者コーリン・クラーク、元外交官で日本の大学で教えていたグレゴリー・クラークは母方のいとこ。父方の祖父のジョージ・ブール・ヒントンはメキシコで近郊を管理する鉱山技師で植物学者。 その弟セバスチャンは法律家でジャングルジムの公安者だが36歳で自殺。その妻のカルメリータ・ヒントンは教育者で進歩主義の寄宿舎学校として知られたプットニースクールの創立者。その子供たちにはマルキスト作家のウィリアム・ヒントン、戦時中にはマンハッタイ計画に関わった各物理学者ジョアン・ヒントンがおり、二人とも中国で暮らしていた。 父方の祖,祖父、チャールズ・ハワード・ヒントンは四次元超立法体の概念を作った数学者で SF 作家だが、重婚で捕まって職を失い、一時横浜の英国人学校で教えた、後、プリンストン大学の教授となった。その妻マリーは、夫の病死の翌年自殺したが、マリーの両親は、ブール大数で知られるジョージ・ブールと数学者のマリー・エベレスト・ブールである。 チャールズの父親は、下界で、重婚提唱者。その父親はバプチスト派牧師。その父も、牧師で学校を経営していた。ありがとうございます。